同じイクチオデクテス赤の、禁煙種1、シュファクティネスオーダックスシュファクティヌスイクチオデクテスカの、禁煙種3、クラドサイクリスガードナーイクラドキクルス4、カイラセントリッツ SP、キロケントリテスイクチオデクテスは、中世代白亜紀後期において、仙海ウエスタンインテリアシーウェイに生息していた、甲骨魚類の一種。アロワナウアメイクチオデクテス型メイクチオデクテスカに、 分類される冷猛なシンフォネ類である。アメリカの古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープによって1870年に化石が発見され、イクチオデクティスカの模式属として記載された。俗名、イクテオデクッツは古代ギリシア語、イオタカイシータウプシロン、魚デルタイータカッパタウイータ、噛むものから。種商名の一つクテナドンは同じく、ギリシア語の語根。 カッパタウイプシロンニュー、櫛及びデルタニュータウ、歯による。全体としては、クシ状の歯で噛みつく魚といった範意であることがわかる。日本語では、イクチオデクテス、イクチオデクテス、イクチオデクテスなどと呼ぶが、イクチオデクテスが、最も一般に受け入れられやすく普及していることから、本校ではこれを標準名として扱う。系統分類、編集、イクチオデクテス科の模式族であり、 イクチオデクティス赤に分類される。ア赤には他に体長約2メートルのギリクス、体長約1.201.30メートルのワレキリクチス、および6メートル超えの個体も存在する最大種シファクティヌスが含まれるが、これらはすべてブルドッグフィッシュとの属称でも呼ばれる高い捕食性を特徴とした魚である。貝分類、編集貝分類は2種のみが知られている。 体長は約4メートル。体型の長い体魚であり、近縁種との大きさの比較では中間的な位置づけとなる。帯正しい数の鋭利な歯と不規則な歯列を持つシファクティヌスとは異なり、イクチオデクテスの口には比較的大きめの鋭い歯が規則正しく並んでいる。ただ、口を非常に大きく開くことができる点で、両者はイクチオデクテス赤の特徴を共有している。 本種は素早い泳ぎでより小さな魚を捕らえる、捕食者であったと推測される。ありがとうございます。